地元アピールね、これ大事ですね、シャンね。さあ、そして最後の登場になります金森選手。いや、金森選手は言ったってもう何年もやってるわけですから、ここはもう完璧なこうヒーローインタビュー見せてくれると思いますよ。ぜひ期待をしたいと思います。最後のお題、最後のお題参ります。3対1のスコアでの完投勝利でのヒーローインタビューです。それではヒーローインタビューお願いします。放送席、放送席、見事3年ぶりの完投勝利となりました。それも3対1接戦でした。金森投手です。ナイスピッチングでした。毎度どこかで聞いたようなね、お声なんですが、さすが日本ハム元選手、はい。まあ、でも10年目なんですよね。ロッテに移籍して見事完投勝利初ということです。そうですね、まあ、中継ぎしかやってなかったんですけど、急遽先発の登板が巡ってきて、まあ、頑張りました。特にどのあたりが今日は一番良かったですか？まあ、手術した肘も調子良かったんで、体も良かったし、家族も見に来てくれたんで、もう精一杯になりました。家族どのあたりにいらっしゃいます？多分あの辺ですかね。一言で。毎度。ちなみにあのプロ初勝利とか初登板とか大体覚えていらっしゃるもんですか？そうですね、やっぱ記念になる日は覚えてます。ちなみにプロ初の奪三振は誰から奪ったか分かりますか？ロッテのベニー選手。球場は？千葉マリン。そのご記憶は？ありますよ。何の球で？まっすぐかフォークの抜けたやつか。そうですか。その時の勝敗は？それは覚えてないです。失礼いたしました。まあ、でも金森投手、今度はロッテのユニフォームを着て来シーズンはたくさん投げて、そして見事勝利を重ねていってほしいですが。まあ、僕もそのつもりで頑張りますし、やっぱり優勝したいんで精一杯頑張りましょう。あと母校東海大菅高校、18年ぶり明治神宮大会出場されました。刺激になったんじゃないですか？まあ、同じ縦島来てるんでね、僕らも負けてられへんし、やっぱり優勝してほしかったですけど、まあ、その分僕が来年頑張ります。それではファンの方にですね、メッセージをお願いいたします。今日は僕のために集まっていただきありがとうございます。規則正しい生活で、帰りも気をつけて帰ってください。ありがとうございました。見事締めくくっていただきました金森投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。5選手それぞれの個性出ててよかったんじゃないですか？これよかったですね。